ステップ3です。アドリブの第2コーラス目、小節数で言いますと69小節目から101小節目の、いいフレーズなんですよねっていうフレーズがきますが、 A7 に対しての設定で B♭7 の13、A7 に向かうためのいわゆる裏コードと言われるコード、ドミナントの代理コードですね。 B♭7 13th、 A7 13th、 ♭13 から次のコードへ向かってるというような流れでございます。このフレーズは実にそのシンプルだけど素晴らしいフレーズだと思いますよね。 G フォームで5ルート5ですよね。ソドソティータカティータカタタカっていうふうに上をつけてるだけですもんね。だからアイデアとしてはものすごくシンプル。ですね、あのピッキングが達者な人じゃないと弾きづらいんですよね、次の展開がね。それなんで私はこのポジションをつけたんですが、この方法だとプリングオフが使いやすい流れになりますから、あのピッキングにがあの苦手な方でも左手のテクニックでリカバーして、あの十分流れるように、そしてスピードが十分出せると、ね、指使いご覧いただけてると思いますが、そうするとね、あのこういうようなイレギュラーが一応一切なくて、ここまでがもう完全に第7ポジションで終わりました。で第5ポジションに転調して、で最後だけまた、まあ、ジョーパスもよくやるし、ウエスもよくやるし、ウエスがよくやるのかな、あの2-5の時に全く同じ形をこう横に展開して、フレーズを取るというようなことをやりますけど、それと同じようなアイデアかなというような気がします。でもう一つだけフィンガリングのちょっとオプションとして、ここに今度は下の段に書いてみたんですけど、やっぱりこの3連符の2つの流れをワンポジションで弾いた方がスムースネスを感じるというような場合のこの取り方が、やっぱここも随分とですね充実した内容で、ここにスライドさせて入るとすると、どうしても4本使いで入らざるを得なくなってきますよね。でちょっと練習しないと4弦まではっていうところなんだと思うんですけど、極端な話が私は特にここ4弦必要ないと思うんですよね。っていうふうにここも3本、ここも3本3本3本というふうに全部3本でも私はいいかと思います。一応タブ譜にはですね4弦の5-7書いてありますけど、特にそんなことを重視しないよっていう方はここ弾かなくてもよろしいかと思います。 Dm-Gb7Ca7 で Dm に入るのがこの97-5ルートで、まあ、要するにナインスになるわけですよね。
洒落てますよね。だから A7 って与えられたら、要するに一つのコードの中でって動けちゃうっていう、もう本当素晴らしいアイデアだと思いますね。で次でやることでもそれが下がっただけでもほぼ同じです。ここもここが7じゃなくて13になっただけね。D7 の時はこうだったもんね。で D フラットの時は半音詰まって7じゃなくて13でやってる。